ラップ打ってます。イエーイ、お礼配信映ってね、どうしようって感じ。舞台の大阪でしようか、大阪でしようかな、どうしようかな。こんばんは。公演ありがとうございました。2公演、今日はアリちゃんとアヤパンの生誕祭、どっちも AA、 私も A。 お、大阪に住んでるのに近日アート館行きたいです。来てください。ん、地下鉄、間違えた、なんて言った今。近鉄って言った。読み方地下鉄、あれ待って分からなくなった。あ、合ってた、近鉄か、地下鉄地下鉄って地下ちょっとボケてましたね。やばい、喉がやばいレインボースターありがとうございます。今日ヘタレたちはめっちゃもう大声で歌った頑張れこれ。こんばんは。休む暇、あると思う、ね、一日中やってるわけじゃないので、多分稽古は全然大丈夫そう。いや、わかんないですけどね こんばんは。前髪を分けてないんですよ、昨日ぐらいから。実はそう、まだチケット売ってないんですよね。自分もチケットのリンクとか貼りたいと思ったけど売ってなかった、まだ。こんばんは。ね、大阪あんまり何探索したことないので嬉しい。素敵でした、だってイエーイそう、今日はポニテストレートでした。ちょっと自分でくくり直したけど、縛りつけてたのでちょっと痛すぎて、髪の毛もうちょっと伸びたら私の好きな感じになるんですよ、このストレートポニーテだったら。なんかもうちょっとここぐらいまで欲しい。これだったらね、ちょっとね、何ゼンマイ侍みたいな感じなんですけど、でもこれでもねいい感じ。うん、ゼンマイ侍知らないですか？
ひひ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 みんな知ってる、知れる可能性もあるものですね。懐かしいよね。今はしてないけど、こういう、こんな感じの何髪型なのでほぼちょんまげか。こんばんは。俺配信したいよね、早く。ツアーも大阪行きます。そう、今月はね、大阪三昧なんですよ個人的に本当に何、9月に入って、いや違うか、もう9月に入る直前くらいに、あと何、あの舞台に出演することになりましたって連絡が来たんですよ。びっくり。嬉しいです。でもなんか自分でも何、まだ1回しか稽古行けてないんですけど、いろいろあって、なんか何、一回経験してるっていうか、あのセプトさんでさせていただいたのもあるのか、なんか いい感じにできそうって思うので来てください。イエイ。でも役はこんな感じじゃないです。もうびっくりすると思うなんか私がそんなこと言うんだみたいな いや分からんか、まだどうなんやろ。まあでもあんまり私とはかけ離れた役ですね。真逆ではないけど、多分150度ぐらい逆です こんばんは。イエーイ。演劇見るの好きなのでめちゃくちゃ楽しみです。してますだって。楽しみです。お、ツアーではチリタプチリ、え、チリパで行って、ん？行ってた葵ちゃんのパフォーマンス注目したいです。ぜひしてください。お、レインボースター。ね、楽しみにしててください。ぜひ。うん、なんかビジュアルもね、もう撮影したんですけど、つい最近、めっちゃいい感じでしたなんかまだ何役って言っていいのか分かんないので言わないんですけど、おしゃれな役でしたおしゃれでした。
2週間、2週間しかない、待って、そっか、確かに2週間もない。あの、楽しみ、本当に。そう、なんか1回目の舞台は結構何つたなかったというか、1回目だからねみたいな感じだったんですけど、今回は違うので今回は違うので、お楽しみに。そう、何、なんかそんなこと言ってられないぐらいの役です。もうちゃんとしないといけない役なので楽しみにしててください。そう、前回はねピアノの演奏とかもあってね、難しかったんですよ。ピアノも練習しなきゃいけないし、あ、なんか何、演技はなんか研究しないといけないし、半々ぐらいでしかねできなかったんですけど、今回はもう演奏はしないので、もうほぼ役者として、いやでもアイドルっていう壁があるからね壁なんて言ったらいい、アイドルっていう、イメージじゃなくて言葉が分からん、そういうアイドルだからって言わせないように頑張ります。そう、なんか私が何目指してるのはあれです、この子誰？あ、アイドルなんだって思わせるのが目標。あ、でも分かるけどね、パンフレット見たらね。でもあんまり見ない人もいるかもしれないじゃないですか、そういう人に。それが目標です。ST の記憶をちょ、消去しますって、それは困りますえ、別に全然、皆さんには全然 STU の兵道として見てください。楽しみですね。月岡さんかっこいいよね、かっこいい、わかります。なんか佇まいがもう歩くだけでかっこよかった。
愛さんが綺麗すぎて公演中に心の声を燃えてしまいます。いいじゃんないですか。いい。そう、今日はちょっとね雰囲気を変えてみたんですけど、なんか踊り方とか顔とか目のなんか違うって思った人はいるんですかね。何、目線というか目力を変えてみたんですよ。やっぱ表情の中で目って大事だなって思ったので変えてみたんですよ。いやでもちょっと違う、うん、分からんかもな。普通にメイクじゃなくて表現として。そう、なんか そう、ダンスの先生が言ってたのは歌8割ダンス2割ぐらいの感じで、でもその気持ち心持ちで、あのダンスもそのままでみたいなアドバイスもらったんですけど、前に東京の時、私がそのアドバイスを紐解いた結果、何、ところどころ力を抜いて艶を出すっていうところにたどり着いたんですよ。なんか今まではやっぱ盛り上げないとって感じで、もう全部にバンバンバンみたいな感じで踊ってたんですけど、それをやめて、それをやめてなんかふんふんみたいな感じにして、なんかアクセントをつける前になんか動きを緩やかにして艶を出すみたいな感じのイメージでやるようにしたんですよ。絶対伝わらないと思うんですけど、そう、そんな感じで最近はしてます。そう、なのでちょっと前まではね、もうダンス歌みたいな感じだったんですけど、そう、いろいろ変えてみました。こんばんは。さらなるレベルアップを感じただって、イエーイ。それを言われるだけで頑張れます。ねえ、でもなんか何、音取りをちゃんとしっかり取ってた時期もあったおかげで、どっちもを融合させられたので、いい感じにできるようになるんじゃないかっていう、過去は無駄じゃなかったです。伝わりますか。こんばんは。なんかめっちゃ最近はパフォーマンスが好きとかね言ってくださる方が増えたので、そう、私はそんな感じで考えてますって
伝えたい。最初は本当に変なチョコみたいな感じだったんですよ。1センチ近くに焼けたら気持ちが伝わるかな、かな、でててててて、なんかそのガラスのアイラブユー、めっちゃ最初の愛媛メンバー、まみちゃんとももちゃんとひなこちゃんと私で4人でユニットやってたんですけど、その時の動画がねまだ残ってて、あれは本当に下手なんですよ、その動画の私が。いつかね見せれたらいいんですけど、でももう私以外のメンバーを卒業しちゃっているので見せれるかどうか分かんないですけど、そう結構下手でそう、その時はね何にもいやみたいな感じでびっくりしたもん。久しぶりに見たら